はい、131日目のドラム練習です。おはようございます。今日も変わらずコンテストの練習をしていきます。で、まあフレーズはもう決まってるので、ここからひたすらやり込むだけですね。今日も1時間コンテストにフルに使っていいと許可をいただきましたので、もうひたすらやっていきます。で、まあ目標としては、今日中にすごく下手くそでもいいので原曲に合わせるっていうのが目標ですね。これを目標にちょっと頑張っていきたいと思います。はい、というわけでここまで57分間練習してきました。曲がまあ2分半ぐらいなので、まあこれが最後の1回になります。で、最後の1回を撮影しておきます。一応原曲スピードに少しずつ追いつけるようになってきたんですよ。ちょっと今から流す音源はドラムレスでクリックもない音源を流すので、ちょっとずれるかもしれないんですけど、やってみます。撮影するってなると緊張するんですよね。じゃあ行きます。バーン、ツー、スリー、バーン、ツー、スリー。スレスレですね。まあここは休憩って感じの気持ちでいます。休憩しながらちょっとできるだけ正確に。今、なぜかタム叩いてしまいました。あー、しまった。おしゃべりしてる場合じゃない。ここから決めですね。よしよし。テンポが厳しいです。ここでもうクラシック叩きまくります。で、ライドに戻って、下手くそですね。最後のだけそれっぽいんだよな。はい、というわけで131日目のドラム練習でした。いや、ちょうど1時間練習しましたね。ちょっとオーバーしたかな。今日1時間練習したんですけど、今日は初めテンポ100から始めたんですね。この曲は124なんですけど、で30分ぐらい100で練習して、そこでやっとフレーズが染みついてきたんですよ。なんかいけそうになってきたかもってなって、でそこからもう110に上げて、で115、120、124までは結構トン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 って上げました。で30分経つ前、テンポ100でもできない間は、この練習を始める前に今日は原曲テンポでやるのが目標ですって言っちゃった手前、すごい焦ってて、やばいやばいやばいみたいな今日テンポ100でしかできないって思ってたんですけど、そこから結構スイスイっと進んだんですよね。で、まあ今期限があるので、特にまあ焦ってたっていうのはあるんですけど、焦ってたとしても焦ったからつってできるわけじゃないと思ってて、焦った時ほどテンポゆっくりの状態からちゃんと一個一個確認するっていうのが大事なのかもしれない。
って今日思いました。でまあ今ちょっと原曲テンポに合わせてみたんですけど、まあまだまだちょっと下手くそで、たまに綺麗にいくんですけどね。でも明日にはかなり良くなってるんじゃないかなってちょっと今日の調子を見て思いましたね。なんとかかんとか間に合いそうな気がしてきました。で今はクリックなしの音源を流してそれに合わせたんですけど、本番の時は片方からクリックある音源を聞きながらやろうと思ってるんで、多分もうちょっと合うんじゃないかなと思ってます。で一番不安なのがこの電子ドラムで、まあ、今練習してて、やっぱり生ドラムと違うじゃないですか。音量感も違いますし、音量は自分で設定できちゃうんで、生で叩いた時あれここの音ちっちゃいとか、あれここの音鳴らしすぎてしまうとかあると思うんですよね。あと今クラッシュ、まあ、壊れてるクラッシュが1枚あるだけで、まあ、本番だと、まあ、ここにクラッシュが2枚あって、今ここにクラッシュがあるという前提で僕空振りして練習してるんですよね。今クラッシュ叩いてるみたいな。本番をできるだけ想定してますけど、まあ叩いてるわけじゃないんで、ちょっと本番の時は心配だなって思ってますね。まあ僕の予想では明日結構いい感じになって、明後日でだいぶいい感じになって、しあさってでもういけるんじゃねえかっていう気持ちになる予定です。あと3時間ぐらいみっちり練習すればなんとかかんとかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、まだ期間はあるんで落ち着いてゆっくりしっかりやっていこうと思います。でですね、昨日の動画にコメントいただきまして、一緒にドラムコンテストに出場される方ですね。コメントありがとうございます。なんか練習の最終段階に入っている様子で、なんか詰めてるみたいですね。今コメントいただいた方も多分全国にもまだ今詰めてる方とかたくさんいるんでしょうね。僕はまだドラム初心者なんで、皆さんに勝てるなんて到底本当に心の底から思っちゃいないんですけど、なんとか食らいつきたいなっていう気持ちで皆さんにかじりついていこうと思ってます。まだ動画をこうアップされてない方の手の内が今僕分かんないじゃないですか。でどんな展開で叩くのかとか知らないんで、なんか秘密兵器がたくさん潜んでるんでしょうね、きっと。基本的にはドラム中級者とか上級者の方がこのドラムコンテストに応募してるんだと思うんですけど、まあ中にはドラム初心者で挑戦する方も結構いるんでしょうね。特にティーン部門なんかは19歳以下、まあ、中にはそんなに上手じゃないっていう方もいると思うんですけど、もう少し期間があるんで、きっと皆さん今頃頑張っているのでしょう。僕も頑張っていきます。みんなでこのコンテスト楽しんでいきましょう。では今日も見ていただいてありがとうございました。明日はまたよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。